常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。アース原口さんというね、有名な方がいらっしゃいますけれども、立憲民主党なんでしたっけ今ね、衆議院議員でね、元総務大臣を務められたというですね、まあ佐賀一区選出のね、まあ原口、和弘さんなんですけれども、ちょっとおつられになったようでですね、今ちょっと話題になられているので、ちょっと取り上げてみたいなと、思いまして、はい、原口さんのね、ツイートちょっと今目の前にあるんでね、読みたいと思います。これはね、昨日ですね、昨日の、午前7時44分のツイートなんですけれども、ロシアの言うことは全て嘘で陰謀論で、ウクライナが言うことが全て正しい、少なくとも生物科学研究所について、2022年4月2日現在、言えることは、そのように考える根拠を岸田政権に尋ねても返ってきてないということとしてですね、問題はこの人ですよ。ロシア大使館のですね、プロパガンダセンターのロシア大使館の、ツイートを、引用してですね、このツイートなんて書いてあるかというと、アメリカの下でウクライナで秘密生物、学的研究所が活動していたことがアメリカ、高官さえ認めていると言ってですね、これなんか、あれですね、RT っていうね、ロシアのね、プロパガンダ放送局がありますよね。その RT を引用した、これアメリカのあれですね、タッカー・カールソンかなんかかな、こいつな。FOXのやつね。こいつね、まあ、デマで有名な人ですけれども、RT を引用した FOXのかなりちょっと問題のあるコメンテーターの、このね、放送を引用したロシア大使館の、このね、ツイートを引用して、こんなことを言っていると。原口さんがね。だから、孫引きならぬ、ひ孫引きですね。RT、FOX、ロシア大使館、こう、パス繋いで、最後、原口さん、シュートみたいな感じで、まあ、それでね、どんなこと言ってるかというと、ね、ロシアの言うことは全て陰謀論でっていうのは、ちょっといかがなもんかみたいな趣旨でね、書きつつね、少なくとも生物科学研究所については、ね、岸田政権にその根拠を尋ねても、帰ってきてないっていうことなんですって言ってるわけですよ。どうなんですか？大元辿っていくとこれ RT ですからね。ロシアテレビですからね。有名なプロパガンダテレビで、これバンされてますよね。はい。ヨーロピアンユニオンがですね、まあ、要は EU ですね。EU、これ記事ちょっとロイターの英文記事なんですけど、EU バンズ RT スプーデニックオーバーユークレイニーディスインフォメーションということで、ロシアのこのスプートニックとか RT ね。これね、ロシア、ウクライナに対する、まあ、偽情報の拡散で、EU がバンしましたと、いう記事が、こちらにあってですね、まあ、要は、EU で少なくともこれ、まあ、嘘ばっかり言ってるメディアですよ、と言われてるメディアの、ひ孫引きをされて、まあ、こんなことをおっしゃってるということで。まあ、立憲民主党ね、情報リテラシー大丈夫なんかいと、やっぱり向こう側なのか、みたいなね。まあ、こういうちょっとね、まあでも、ウクライナのね、ウクライナに対するね、まあ、応援というかね、そういう意味でゼレンスキー大統領のね、まあ国会演説についてはね、最初泉がわけわかんないこと言ってたんですけど、まあ最終的には認めてるし、それからロシア制裁決議もね、令和新選組と違ってちゃんと賛成している、立憲民主党なんですが、まあ原口さんみたいなお考えをお持ちの人もいる。まあ維新にもね、鈴木宗男さんみたいな方いらっしゃいますんでね。まあこういう人はいてもいいのかもしれないですが、まあ原口さんのためにね、まあこういうのに釣られてる人は結構いると思うんで、このですね、まあ生物兵器のね、研究所云々という話についてですね、BBC が、完全ファクトチェックしてますので、こちらの記事をちょっとご紹介させていただきたいなと思います。ヘッドラインね、こう書いてあります。ウクライナは生物兵器を開発している、ロシアの主張、ファクトチェックということで、もう3月15日ですね、もう2週間以上前にこの記事出てるんですが、すいません、ちょっと原口さんのアースにはですね、ちょっとこの記事は、ヒットしなかったみたいなんですよ。申し訳ございません。原口アース、ぜひですね、もうちょっとこう、レーダー照射の場所をね、こう広げて、ね、火器管制用のレーダーじゃなくて、ちゃんと普通の360度レーダーをですね、起動させて、ぜひこの記事を先に引っ掛けていただきたかったんですが、まあ、残念ながら、RT の孫、ちなみにですね、RT がバンされたのはですね、このバンの報道ね、ロイターが報道しているのはですね、これは3月2日ですね、もう1ヶ月前だ。1ヶ月前にバンされた RT の、孫引きならぬひ孫引き情報を引いてですね、ね、で、その、岸田政権がこれに答えてないみたいなことを言ってて、何をトンチンカンのこと言ってるんでしょうね。聞く場所間違ってると思うんですけど、まあ、岸田政権になり代わりね、BBC の解説をですね、引用しまして、はい。普通に引用です。孫引きどころか引用してですね、ぜひちょっとそのね、ファクトチェックをさせていただきたいと思うんですけれども、まずね、
この、まあ、記事こういう風に書いてあります。ロシアは、ウクライナの研究所がアメリカの支援を、受けて、生物兵器を開発していると主張している。ロシアによると、その証拠は、現在、兵器開発計画を隠すために、破壊されてしまったという。しかし、アメリカは、これは全くナンセンスであり、ロシアはウクライナでの行動を正当化するために、誤ったシナリオを作り出していると、反論しますと。で、そこでね、BBC が、ファクトチェックしましたということで、まずですね、アメリカはウクライナでの生物兵器研究所に出資しているという件に関してですね、まず結論から言うと、証拠なしと、いうふうに言っています。でね、ロシアはアメリカとウクライナが国内30カ所の研究所で危険な感染症の病原体を扱っていると非難したと。ここで言う病原体では病気を引き起こす可能性のある微生物を指しているということなんですが、実はですね、ウクライナにはもともと数十の公衆衛生研究所がありまして、まあ、いわゆる防疫ですよね。病気を防ぐための研究が行われてきましたと。で、これらの研究所の中にはですね、多くの国と共同研究をしているというものもあります。共同研究のプロジェクトがありまして、アメリカとか EU、それから WHO などのね、資金などのまあ支援を受けているところもあると。で、ロシアはですね、これらの研究所をね、謎の研究所だ、秘密の研究所だと言ってね、主張してるんですけれども、アメリカはどのように関与しているのかね、詳細については全然まあ開示していないと、いうことです。で、さらにですね、アメリカはですね、これ BBC の記事ちょっと読みますと、ソビエト連邦崩壊後の1990年代、ウクライナなどに残された生物兵器によるリスクを軽減するために、生物兵器脅威削減プログラムを立ち上げた。このプログラムでは、特定の研究所が近代化や設備整備のための資金提供をアメリカから受けるが、研究自体はアメリカではなく現地で、管理されている。アメリカ国防総省は2005年からウクライナ保健省と連携し、同国の公衆衛生研究所の改善に取り組んでいると。いうことで、要はその生物兵器の脅威削減プログラムというのを起動してですね、資金は出すけれども、その脅威を削減するようなね、その研究なね、研究、まあその生物兵器研究してたところも、脅威を削減するのはむしろその貿易の方にね、シフトしてくださいということを実はやってたのがアメリカなんですよ。実際のディテールで言うとね。はい。で、まあ、これらの研究所がですね、生物兵器を製造しているという証拠はないそうです。BBC 曰くね。で、アメリカンプログラムっていうのはもう逆なんです。もう今俺が説明した通り、生物兵器の拡散の脅威を減らすことを目的としてやってるプログラムで、まあ、これを逆さにしてですね、ロシアはですね、まあ、根拠のない主張をしていると、いうことでございます。はい。まあ、ロシアの、まあ、言ってるようなことを裏付ける証拠はね、BBC 見つけられませんでしたと。それからもう一個ね、ウクライナは違法研究を隠すために病原体を破壊したという主張なんですが、これもですね、BBC は証拠なしと、いうふうにしています。でね、これどんなことロシアが言ってるかというとね、これも記事に書いてあるんですけど、ロシア軍のイゴール・キリロフ将軍は、ロシアの侵攻が始まった2月24日に、ロシア軍がウクライナで発見した文書について、ウクライナ保健省が、同研究所で生物剤を完全に破壊する、任務を追っていたことを示すものだ。アメリカ国防総省はこれらの文書がロシアの専門家の手に渡れば、アメリカとウクライナが生物、毒物兵器の、禁止に関する条約に違反したと認定される可能性が高いことを承知している、などと、まあ言ったそうなんですよ。まあ証拠として出てきたしょぼいパソコンありましたよね。Windows ME が入ってたんじゃねえかみたいに言われて、お前、どうせ証拠捏造するならもうちょっとさ、金かけてやれよみたいな感じなんですけども、今回ほんと雑だったんですけど、まあこれについてですね、まあ世界保健機構ね、はい、が、BBC のニュースの取材でですね、ウクライナに対して、保健衛生研究所に保管されている脅威性の高い病原体を破壊し、住民に病気を広げるために、あらゆる潜在的流出を防ぐよう、助言したと、いうふうに述べております。で、バイオセーフティとバイオセキュリティを強化し、偶発的または故意の病原体の拡散を防ぐために、数年にわたってウクライナの公衆衛生研究所と協力してきたというふうにこのね、言ってるわけですよ。はい。ということは、これどういうことかというと、アメリカと同じですよね。こういう、まあ、脅威が広がらないための支援をしてきたんであって、それを研究して広めようとしてたわけではありませんよと、いうふうに言ってます。で、キングズカレッジロンドンのですね、レンツォス博士はですね、ウクライナの研究所が、生物兵器禁止条約に反する悪質な活動や研究開発に関与していた兆候はないと、実際見たところね、ないというふうに言ってます。まあ、あるというなら逆に証拠出せって感じなんですけど、まあ、誰がなんかね、置いてったかよくわかんないパソコンに、ここに書いてあったっていうだけですから、まあ、これはちょっと、厳しいかなと思います。さらにですね、もう一個ね、病原体の多さが、生物研究を、兵器研究を示唆しているということで、キリロス将軍がね、たくさんのまあ、病原体のね、
まあその研究をしてたということを思ってですね、まあ兵器の研究をしてたんだというふうに言ってるんですけれども、この主張もですね、まあ論理的な科学にのっとってないと、このレンツォス博士が言ってます。数は問題じゃないと。研究所で扱う病原体を、まあ要は小さな検体からね、病原体を簡単にまあ増殖は可能なんで別に数は全然問題ないと。さらにですね、イギリスバース大学のエドワード、氏ですね、上級講師エドワード氏はですね、ブレッド・エドワード氏ね、ウクライナの研究所は研究資料を公開しているし、世界のパートナーと共に多くの公衆衛星プロジェクトに協力していると。まあ要はその公衆衛星のプロジェクトをやるにあたって、まあそういう病原体研究するわけですから、ある程度検体を持っているわけですよね。で、それがたくさんあったからといって、これ兵器にするんだっていうのは、これはさすがに無理だと。いうことでですね、まあこれも否定されたと。いうことで BBC がですね、まあこんなファクトチェックをやってるわけですよ。まあもともとね、これね、ロシアが言い始めたことですから、ロシア側に立証責任があるんですが、まあその立証する証拠というのがですね、まあパソコン1台と、まあその彼らの主張のみということで、で、その主張もですね、非常にまあ、このね、公衆衛星の研究なんかやってる人から見ると、まあ、ど素人の主張にしか見えないと、いうのがまあ結論なわけですね。で、この BBC の記事はですね、最後こんな風に結んでいます。こうした主張を繰り返している国はということで、チャイナ、そしてイラン、ね、そしてシリアということですね。まあ、お里が知れますよね。ということなので、まあ、もうね、1ヶ月前に、もうすでにまあ、こういう形でですね、まあ、論破され、まあ、これに対する再反論というのはロシアの方からないので、まあ、現時点ではですね、その、なんていうの?こう、証明がされてないことを思って、ウクライナが作ってたっていうのは、これまさにね、森陰と同じ悪魔の証明なんですよ。ウクライナが作ってないことを証明しろって、これ、原口さん言ってるんですけど、違うでしょ?ロシアが、ね、ね、ロシアがこれ証明するんですよ。ウクライナがそういうものを作ってた、危険なものを作ってたっていうのを証明するのは、ロシア側に立証責任があるわけで、ね、ウクライナがやってないってことを証明しろ。ね、しかも、岸田総理に、ね、それを聞いて、ウクライナがやってないって証拠あるのかと、ね、こういうことやってないのかっていうことをね、聞いてもね、あんまり意味がないと思うんですよね。やっぱりこう、森陰の時にこの立証責任取り違えちゃったんで、まぁ、ちょっとその国際的に見てもちょっと恥ずかしいようなですね、こういう立証責任の取り違えをやって、まぁ、ツイートしてしまうということで、原口さんちょっとね、アースのこのレーダーのね、このレーダー照射、もうちょっとこう広めてね、まあ、少なくともこの BBC の記事読んでから、こういうことを言われた方が良かったかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、また釣られてしまいましたね。どうもお疲れ様でした。はい、今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。